はい、こんにちは、スワクテガと申します。今回はですね、こちら新パック、マスターデュエルの新パックで出ました双剣、カテゴリー双剣を使ったまたこのカード、遊戯王を象徴すると言っていい環境をぶっ壊した、まさしくデストロイしたデストロイフェニックスガイ、このカードを組み合わせたデストロイ双剣のデッキを紹介したいと思います。メインデッキ40枚、エクストラデッキ15枚となっております。デッキ、この構築ね、紹介の後にですね、対戦動画の方を、まあ、解説を含めて流したいと思いますので、もしよろしければそこまで見てあげてください。双剣なんですけれども、じゃあどういう効果を、あるのかというと、基本的にシンクロというか、基本的にシンクロのデッキです。はい。シンクロを使うデッキ。で、まずこちら、初動のカード、双剣士爆野。このカードの効果をそれぞれ一旦に一度しか使用できない。このカードが召喚特殊召喚に成功した場合、手札の双剣カード1枚または原理族モンスターを相手に見せて発動できる。自分フィールド上にトークンを特殊召喚する。この効果で特殊召喚したトークンが存在する限り、自分はシンクロモンスターしか特殊召喚できない。で、2、このカードがシンクロ素材として墓地を送られた場合に発動できる。自分はデッキから1枚ドローするっていうことを思ってます。基本的にこいつをまず初動として使います。まあ、損失なく、手札に1枚必要ですが、損失なくシンクロ召喚をすることができ、さらにワンドローまでついているので、むしろアドバンテージになります。特殊召喚召喚にも対応しているので、まあ、このカード、工事するこのカードね、白の聖女をエクレシアから出してももちろん使うことができる。基本的にこいつから出すのはこのカードですね、石章。はい、双剣石章。シンクロ召喚に成功したとき、デッキから双剣カード1枚を手札に加えから墓地に落とすと。で、手札墓地から双剣カードか原理族モンスターを除外することで、相手フィールド上のモンスターを無効にする。この効果相手ターンでも発動できるっていう、このカードを出して、さらに付与。だから、こいつ出して、まあ、手札をモンスター見せる。こいつ1枚で、手札は1枚増えるし、さらにサーチ札増えるというぶっ壊れのカードなんですね、これ。めちゃくちゃ強い。まあ、3枚積み確定のカードです。で、次が双剣タイヤ。このカードは、これ、トークン、こちらはね、相手に見せてトークンを生み出すんですけど、こいつは墓地の双剣または原理族を除外して特殊召喚することができると。初動だと使いにくいんですが、まあ、2ターン目、3ターン目以降だと使いやすくなりますね。で、双剣は除外することによって効果を発動するカードが魔法トラップカードにいくつかあるので、それとも組み合わせると強いですね。で、このカードがシンクロ素材として墓地を置かれた場合、敵から双剣カードまたは原理族モンスター行っては墓地を送ると。墓地を送るのは、双剣カードでなくてもいいので、まあ、原理族カード、まあ、転移、こちらの方、転移竜ビジュダなのね。転移竜ビシュダは、このカードは、効果モンスターが存在しない場合、このカードを手札から特殊召喚できるという効果と、自分フィールド上に効果モンスター以外のモンスターが存在する場合、手札墓地のこのカードを除外して、フィールドのカードをバウンスすることができると。まあ、こいつから、シンクロ召喚して、こいつを落として、で、もう一回シンクロ召喚してトークンを生み出せば、こいつの効果を使えるようになるということですね。ちょっとまあ、2クッションぐらい必要なんですけれども。まあ、あと、こっち、気流星昇伏。こちらなんですが、これは流星昇伏、こいつから出てる8のシンクロなんですけれども、こいつの効果で、を使う場合、爆矢だと水属性で被ってるんですよ。トークンも水属性なので、こいつも水属性なので、この、昇伏の効果を使うときに、1枚しかバウンスできないんですね。で、こいつはシンクロ素材とした原流族の元々の属性の種類までフィールドカードをバウンスできるという効果を持ってるんですけども、爆矢から出した場合、1枚しかバウンスできないんですが、タイヤから出した場合は風属性と水属性になるので、2枚以上バウンスできるという効果があるので、昇伏を使う場合はこっちの方が、断然、威力が高いですね。で、エクレシアちゃん。白の少女エクレシアちゃん。なんか、全く違う効果になっちゃったよね。中南になったし。白の聖女エクレシアちゃんはデッキから、双剣モンスター1体またはアルバスの剣を特殊召喚するという効果を持っています。で、相手フィールド上のモンスターが特殊召喚する場合、相手フィールド上のモンスターが自分フィールド上より多い場合、このカードは手札から特殊召喚できる。パンクラトックスみたいな効果ですね。召喚剣を使わずにこいつは特殊召喚することができて、さらにデッキから爆矢持ってきたり、タイヤを持ってきたりすることができるので、これも3枚積み確定です。まあ、サーチができないのがちょっと難しいですけどね。で、こちら、竜炎。双剣軍師、竜炎。手札の双剣カードまたは原流族モンスター一体を捨てて発動できるこのカードを特殊召喚する。で、その後、その一連の処理でトークン一体を特殊召喚すると。双剣はトークンがチューナーとなるという珍しいデッキなので、それ以外はチューナーいないですよ。まあ、エクレシアちゃんはチューナーだけど。ただ、こいつを使う場合注意なのは、まあ、召喚剣を使わずに手札からね、手札から切るだけで特殊召喚できるんですけども、G 食らうと、効果を発動するまでいっちゃうと2枚ドローになっちゃうんで、ここは注意ですね。
で、このカードが墓地に送られた場合、シンクロ素材として墓地を送られた場合、相手に1200ダメージを与える。なかなかバカにならない数値なので、この1200って。はい。忘れずにというか、まあ、マスターディーラーだったら忘れることないか。紙だと結構忘れるんですね。あ、ダメージ与えるの忘れてたって言って。で、こいつはレベル6なので、トークンはレベル4で固定されていますから、レベル10。まあ皆さん、わかりますよね。こちら、バロネスくんが出します。基本的にバロネス出します。はい。基本的にこいつのバロネス出して、まあ浮き物としての耐性を増やすするのと、逆に言うと、こいつから入って、龍炎から、まあ例えば、バクヤと、龍炎と、じゃあまあ、タイヤがあったりするじゃないですか。で、そういう時に、まあ、例えばですよ。例えば、もう、龍炎から爆破捨てて、特殊召喚して、で、バロネスを出して、その後にタイヤ出して、タイヤ効果で墓地の龍炎か爆破を除外して効果ってやると、相手のニビルをケアできるんですね。こいつから入ると。で、爆破から入って、石章に行って、じゃあ石章から龍炎と、まあ、なんか適当なやつサーチして、龍炎効果ってなると、ものの見事に絶対食らうんですよ。バロネスを。こいつからトークン出して石章オンで流炎効果でトークン生み出すって言って、その時ちょうど5体なので、バロネス出す前にニビルを食らっちゃいます、はい、ですのでこいつから入るとニビルは食らいにくくなる。ただし増殖する字が死ぬまあ増殖する字はどこのタイミングでも辛いですけどね。ハンドが豊富な場合は覚えておきましょう。でビジュダを言ったか。で、竜創権限、デッキから創権カードをサーチするか、まあ、自分フィールド上に、シンクロモンスターが存在する場合、デッキから現立属モンスターというふうな役割をやることができると。で、このカードが除外された場合、自分フィールド上の創権または現立属モンスターの1体のレベルを1下げるか、または上げることができるという効果を持ってます。まあ、万能サーチなので当然ですけども3枚済み確定。はい。で、レベル6のモンスターでも全然サーチできる。だから、レベル4以上のモンスターでサーチできるので、まあ、竜炎も、サーチできると。まあ、変わったところで言うならば、転移とか源流族なので、シンクロモンスターがいれば、別にこいつらもサーチできるよっていうことですね。で、まあ、レベル下げる効果、上げる効果はそこまで使うことはないですが、まあ、例えばレベル7で、まあ、ブラックローズドラゴンとかを採用してる場合は、もう盤面ぶっ破するために入れたりとか、あら僕の場合は、こちらね、ガイザー。邪流性ガイザーを入れてるので、まあ、レベル7にして、レベル8じゃなくてレベル7にして、で、さらにガイザーの効果で相手フィールド上のカードを破壊しつつ、さらにデッキからね、双剣カードを持ってくると。そういった使い方もできるってことですね。で、これは、大霊峰双剣門。墓地の双剣モンスターを特殊召喚するカードですね。で、シンクロモンスターがいる場合は、源流族モンスター1体を蘇生することもできると。で、同じくレベル上げたり、レベル下げたり、除外された場合、レベルを上げたり下げたりすることができると。まあ1枚でこれは十分かなって感じですね。初動というよりも、まあ、流炎で切ったタイヤを蘇生したりとか、あるいはもう墓地に送られた石章を蘇生したりとか、そういったカード、そういった目的で使いますね。で、デストロイカードはやはりこの2枚。ダッシュ界とディアワインが、はい、シャドウルンの時言ったのと同じですね。はい、まあ出張パスで嫌ほど見ることになるんで、みんな知ってると思いますね。もう、嫌になるほど見たよって。で、こちらが、双剣暗転。ゴッドバートアタックみたいなカードですね。源流族専用の。まあ、じゃあ、毒蛇の奥持つか。どちらかというと。ただ、それらと違うのは、もうこいつ、石章でサーチできるという点ですね。はい。これが全く違うところと、まあ、こいつが除外された場合、トークンを生み出すというところも違うか。だから、総じてそれらよりも結構、性能自体はいいですね。まあ一応初動になり得るカードでもあるので、龍炎の場合は。龍炎だったら別にこいつ捨てて SS もできますし、他にもタイヤで、例えば墓地に双剣暗転が落ちてるとするじゃないですか。で、双剣暗転が落ちる状況で、じゃあタイヤ効果でコストで暗転除外しましたってなった時に無限包囲を食らっても、もうこいつの効果でトークンを呼び出せば、もう実質的に無限を無効にしたようなものなので、まあ相手も打ってこないとは思うけど。だからそういう使い方もできるよ。で、エクストラデッキなんですが、まずは、まあ、石章へ行ったか。こちら、章へ、双剣太鼓章へ、レベル10ですね。除外されているカードの数だけ、数かける100ポイントだけ、このカードの攻撃力、守備力アップし、相手フィールドのモンスターの攻撃力、守備力がダウンすると。で、このカードが効果で破壊される場合、代わりに自分の墓地のカードを除外できる。このカードが除外された場合に、相手フィールド上墓地のカードをそれぞれ1枚ずつ選んで除外することができるっていう、非常に大型でアグレッシブな効果を持ってます。序盤ならともかく、後半の方になってきて、
まあ、金満で謙虚な壺だとか、あるいは強欲で貪欲な壺だとか、そういったカードで除外するカードが入ってくると、このカードの攻撃力が4500とか、なんだったら5000ぐらいになることも珍しくないです。全然珍しくない。お互いの数なので。で、このカード、破壊される場合の身代わり効果は、こいつと相性がいい。もう抜群に相性がいい。双剣暗転と。双剣暗転は自分フィールド上の原理族モンスターと相手のフィールドのカード2体を破壊するという効果なんですが、こいつで、照英を対象にして発動すれば、照英の効果で墓地のカードを身代わりに除外しても、相手フィールド上のカード2枚は破壊できます。対象に取るだけなので、そこまで。これとめちゃめちゃ相性がいいのと、まあ、今の環境だと除外効果を使わないデッキって珍しいんで、もうなんだったら合金もそうですし、まあ金券もそうですし、墓穴だって指名者だって変わったところで言うならば、指名者伏せてればいつでもこいつの効果で除外できるフリーチェーンカードになっちゃうんですよ。はい、だからこいつ出して指名者伏せてると、なんかないかな、あ、じゃあ指名者発動って言って、なあ、いいよ、じゃあ、何除外しようかな、何でもいいや、金満元凶除外します、はい、じゃあ除外したんで照英効果で、じゃあ、墓地とフィールドカード除外しますね、みたいなことができるので。雑に出してもこいつ雑。バロネストどっち出すかはもう手札次第ですね。個人的にもう、流煙しかないってなった時に、流煙しか出せません。爆炎もいません、大炎もいません、レベル8シンクロ出せませんってなった時に、レベル10しか出せませんってなった時、まあ、双剣暗転があるなら照英。誘発とか他の妨害カードがあるならバロネスって感じですね。初動で出すな。で、ブラッドローズドラゴン、シンクロ召喚に成功したとき、お互いの墓地のカードを全て除外するという効果です。この2つに限ると、ちょっとまあ、優先度は下がるのですが、今の環境、このデストロイ・フェニックスガイという害悪カードがみんな使ってるので、例えばデストロイ・フェニックスガイが相手フィールド上にいたとして、じゃあ自分が爆矢召喚しましたと。じゃあ爆矢効果で、じゃあトークン生み出しますってなったとします。で、その時にデストロイ・フェニックスで破壊されました。じゃあその後に、じゃあ流煙効果で特殊召喚します。レベル10出せますと。そうなった時ね。その時に、バロネスやここで出すよりも、なんだった、あ、もう相手の墓地にディバインガイとかダッシュガイってめんどくせえなってなった時は、もうブラッドローズドラゴンで吹き飛ばすんですよ。そうすると、デストロイフェニックスライフと全部吹き飛ぶので、相手も蘇生できないと。で、まあ、こいつは破壊効果を無効にすることもできるという効果を持ってるので、まあ、多少は守れると。こいつの効果使うんだったらレベル7のブラックローズも入れてていいかなとは思っちゃってるんですが、持ってないというか、あれ、高いんですね。まだ作れてないんですけど、ブラックローズ入れててもいいかもしれません、このデッキ。で、招福、先ほど言ったように、盤面こじ開けるためにこれは入れますね。で、レベル8用で、サイフレームロードと天意の竜騎士。実はね、このデッキね、前までサイフレーム入ってたんですけど、あまりに事故るので抜いたんですよ。だからレベル8の優先度はそこまで高くないと思います。ここ結構自由枠。この2つは抜いてていいと思います。で、ドラガイト。まあ、レベル8のシンクロモンスターなので、で、水属性は、爆矢が水属性なので、場合によっては石章よりも優先してこれ、高校とかの場合はね、優先してこれを出すことがあるかもしれません。で、こちら、クリムゾンブレーダー。これ、ミラー戦で最強です。ミラー戦でこいつ出して、もし効果通った場合は相手何もできません。本当に何もできないから。逆に相手からこれをクリムゾンブレーダーを食らうとこっちも何もできないので、ランク4のエクシーズとかも入れててもいいかもしれませんね。で、転移の喧騒。リンクモンスター以外の転移モンスターなら SS できるということなので、まあ、ビジュダ効果で、まあ、転移の喧騒を出してて、ビジュダ効果でバウンスしてから、まあ、爆矢とかタイヤあたりを特殊召喚、通常召喚して、自分のね、動きを、まあ、通していくっていう流れにするために使うかな。まあ、他にも、まあ、そこまでないだろうけど、一応、まあ、ベルデアナコンダ出せるから。はい。まあ、なんか、無効効果使ったら、その後にベルデアナコンダ出せますよっていう感じで。はい、以上かな、解説は。そしたら、対戦動画見ていきましょう。どうぞ。はい、それでは対戦動画いっていきたいと思います。まず先行でどんな風な動きをするのかですね、このデッキ。まあ、どんな風な動きをするというか、はい、やれることシンプルだからね、本当に初心者の方にすごいおすすめな気もしますけどね。これさあ、流煙効果に増殖打たれたので、さすがにトークン乱さずに止まりました。で、無限法要を伏せて、デストロイフェニックス出して終わりと。
デスフェニーを出すか。デスフェニーはまあ、うん、こういう時に本当に強いから絶対通したい。戦闘機かな。でエンドフェイズにマルチロールで回収されそうになったので、それはさすがにデストロイフェニックスがない。ここからデストロイフェニックスがの恐ろしさが分かりますよ。でデストロイフェニックスがの効果、で蘇ると、強えなこのデッキ。でバトルフェーズデストロイフェニックスがで攻撃と、メインツーエンド。で、エンドフェイズにデストロイフェニックスガイの効果。で、バン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 相手のね、布陣をね、削っていきます。ここの無限保有意味ないですから。むしろ、単純に使わしただけなので。まあ、相手半使えるってやっぱ狂ってるよな。で、相手モンスター伏せたので、エンドフェイズに効果。当然、後ろ割っていきます。ウィードワンが割れました。美味しいですね。でデストロイフェニックスガイで効果で蘇ります。でタイヤ召喚墓地の龍炎を除外してトークン呼び出して、墓地にビジュダがいるのでビジュダ効果で相手フュージョンのモンスターを手札戻して、2体で進化召喚転移の竜騎士、ちょうど5500なので、はい、3000と2500でフィニッシュですね。ジャストキルです。はい、美しい流れでしょ。はい、2戦目です。こんなねゴミみたいなハンドからでもなんとかできます。そう、双剣ならね、双剣ならねというかデスウェニならね。純双剣は転移双剣などと違って、ハンド誘発を多く詰めます。まあこんな風に妨害札を通すこと、まあ抹殺破壊も十分詰めますし、無限も詰める。でここはもうちょっと厳しすぎるので無限で、墓穴はもうちょっと待っておきたい。ひょっとしたらね、何かしら引くかもしれんから、竜槍権限あたりを引ければ初動になるし。さあトップドローン何かな。フュージョンデスティニー、もう打つしかない。フューデスハルララ、いやいやそれはどう考えても墓穴の示しは。どっちか迷いましたけどね、抹殺に打つかどうか。ただモンスター相手もねフュージョンデスティに打ってくる可能性があるから抹殺は残しました。でバトルフェイスで攻撃、デストロイフェニックスアイの効果、無限抱擁、どん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 削っていきます。これであの自己判から巻き返せる。そうデスウェニならね。でビジュダ効果、特殊召喚、さらにダイレオ双剣も抹殺動画迷いましたが、で転移の竜剣で効果、捨てて特殊召喚でタイヤ効果は抹殺で防ぎます。抹殺効果でタイヤを除外して無効に。そしてアナコンダが出たところで隕石をぶちをかます。綺麗にねさら地にできました。はい、相変わらずのこのクソ自己判、さっきから自己判しか映してねえじゃんって言われてるかもしれないんですけども、はい、その通りです。自己判しか映してません。本当にねまともに回った試合を映せよって話なんですけど、でもそれだと面白くないし、動きとかは他の動画でいくらでも見れますから、逆にまあこんなねあのゴミみたいなハンドからでもなんとかなるんだよっていうのを皆さんに見せたかった。
まずは増時1枚目。よかった、墓穴とかじゃなくて、ほんま。フュージョンですでに。で、2体でダイレクトアタック。で、デスフェニを使われたので、まあ、とりあえずディバインガイだけは消しときましょう。で、ここで注意なのが、増時を打つタイミングです。デスフェニはこのタイミングで発動します。蘇生効果ね。で、ここに打っても意味ありません。なので、自分のターンのドローフェーズに打ちましょう。このターンのドローフェーズに打つ。ディバインガイとダッシュが引いてるぞ、お前。そうすると、スタンバイフェーズで相手が蘇ってくるので、ワンドローができる。スタンバイフェーズに打っても意味ありません。意味はないというか、まあ、優先権で打ちゃいいんですけど、わかりにくいので、もうドローフェーズに打った方が絶対間違いがないです。デスフェニ効果で破壊された。でも、ディバインガイ、違うわ。竜装権限からタイヤ持ってきて召喚。クリムゾンブレーダー。そうです。ここでクリムゾンブレーダーで効果を通すことによってもうディバインガイもいませんからデスフェニ蘇生できません。さらに双剣ですから何も出せません。で蘇生できません。こういうことになるんですな。はい、ラストです。デスフェニがねー、まあああいうクリムゾンブレーダーをぶち当てると本当にね、何でもできるようになるから。ミラー戦の場合はクリブレをいかに通すかですね。だクリブレを通すために禁じられた一滴とかを採用して、まあ相手の攻撃力を下げて無効にしつつっていうのもありっちゃありですね。2体でシンクロ召喚サイフレンロードオメガ。オメガの効果で僕のわらしちゃんがわらしでフュージョンデスティニー。世はまさにフュージョンデスティニー時代だぜ。いや、ここのサイフレン強かったね。まずエクレシアを特殊召喚で効果、バクヤを特殊召喚し効果で、ここで出てくる。で、バトルフェイズ攻撃と。ね、何もできませんからね。墓地に何も落ちてませんから。源流族モンスターもタイヤ効果使えません。で、相手のドローフェーズに増殖する銃撃つと、デストロイが蘇ってくると。ここではチェーンブロック組みませんから。だからドローフェーズに撃つ必要があったんですね。で、殴られる。で、サイフレームをぶち当てたかったので、まあ、双剣暗転は残しときました。で、オメガを破壊。で、デストロイ効果。で、デストロイの蘇生効果にわらしをぶち当てます。これで蘇ってきません、相手がね。で、タイヤ召喚効果で、まあ動かれますけども G 打ってるんで、石章で、龍炎効果特殊召喚で、ニビル引いたので遠慮なく出しましょう。で、双剣門特殊召喚で、あ、石章特殊召喚。まあ、でも、こんだけハンドいれば余裕です。発動。で、相手がサレンダーです。はい、いかがだったでしょうか。デストロイ双剣のデッキ紹介、並びに対戦動画でした。
初心者にも非常に扱いやすいデッキでして、転移双剣なんかと比べるとめちゃめちゃ動きが単純なので分かりやすいと思います。まあ、あと誘発がいっぱいあるので高校からでもある程度戦えますし、何よりもそうですね、シンプルなのがいいと思うんですよ。ほんとシンプルで、やれること決まってるし、でそのシンプルでやることがまた強いですからね、それイコール。まあ、ただ制圧力とか、あるいはなんて言うんだろうな、誘発のかわし方、貫通力で言うならば転移双剣の方が強いと自分でも思います。ただシンクロの楽しさを覚えるというのであるならば、僕は純のこういった純に近い双剣、まあ、デストロ入れてるけど純に近い双剣の方が僕は好きですね。昔からそうだったけど、転移双剣あんま使ったことないんですよね、紙の方でも。はい、以上です。デストロイ双剣のデッキ紹介でした。もしよろしければチャンネル登録並びに高評価、そしてコメントお願いします。ではまたお会いしましょう。バイバイ。